赤星さん、バッターの秋穂対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、特に左に弱いということはないと思いますね。ストレート打った、ショート取った、一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。つなげたい場面でしたからね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですよね。さあ、このチャンスでバッターボックスには9番の湯浅が入っています。左に切れてファウル、ストレート打った、高いバウンドになった、セカンド取った、一塁アウト、これで3アウト。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点が入りました。4回終了2対1、ジャイアンツが1点リードとなりました。小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんなんですか。いや、もうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。カーブ、すくい上げた、この打球はフライになっています。バッターは9番坂本。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツが戸郷、そしてタイガースが伊藤、この2人の投げ合いとなっています。打順は1番に帰ります。バッター近本、今日は盗塁を1つ成功させています。2アウトランナーありません。この回の戸郷、早くも2アウト、まだ3球しか投げていません。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。ボールになります。次が4球目、打ちました、取った、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、ジャイアンツが1点をリードしています。赤星さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか。まあ、見ていて両投手の緊張感が伝わってきます。初球打ち、ここは打ち上げています。取って、ワンアウトです。打順は2番オコエ。さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。さあ、2球目は何か。アウトコースは外れます。これが3球目、内に持ってきました。4球目は何で来るか。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。ボールカウントは2ボール2ストライクです。インサイド、落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。打ちました、ショート取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。5回終わって2対1、1点リードはジャイアンツです。
それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、先制のピンチ、3番森下、きっちり犠牲フライ、ジャイアンツ先に点を許します。2回の裏、ランナー1塁3塁のチャンス、しかしダブルプレー、同点のチャンスを逃します。3回の裏、逆転のチャンス、3番バッター門脇、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ジャイアンツここで追いつきました。このチャンスの場面、最後は三振に終わっています。勝ち越しのチャンスを逃します。4回の裏、一打勝ち越しのチャンス、6番バッター浅野、追い込まれてからのタイムリー、ジャイアンツここで勝ち越します。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。これから6回、タイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の渡辺。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。まず何を投げてくるか。アウトコース、ストレートが決まっています。次が2球目。2球目打ちました。さあどうだ。センターが取りました。バッターボックスは3番森下。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。インサイド打ち上げました。詰まりながらも左中間へ。ここはフライになっています。秋穂掴んでツーアウト。バッターボックスは4番大山。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね。ツーアウトになっています。この回の戸郷、3球でツーアウトまで来ました。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。ボールになります。空振りになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。吉川一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対11点リードはジャイアンツです。6回の裏、さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。バッターは岡本。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですよね。ジャイアンツ1点リードで迎える6回の攻撃です。痛烈、センターに抜けました。岡本、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。鋭い当たりでしたね。バッターボックスは5番吉川。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。インサイド、センターへ抜ける。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー2塁1塁。今のバッティングご覧いただきましょう。狙ってましたね。
バッターボックスには代打の山瀬。赤星さん、ここで代打を起用してきました。まあこの先の展開を楽にするためにもこの場面で点を取りに行くということでしょうね。なるほど、そうですね。さあ得点につなげていきたいところです。送りバントだ。三塁方向、ピッチャーが抑えた。三塁フォースアウト。決めることはできませんでした。ランナー二塁一塁は変わりません。まあ積極的にいった結果ではあるんですけれどね。まあでもチャンスは続く。ライトへ、これは上がりすぎ。この打球はフライになっています。構えます。抑えてツーアウト。ツーアウト、ランナー二塁一塁と変わっています。バッターボックスには代打の丸。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。初球は何から入ってくるか。初球打ち、これは行くでしょうね。スタンド入った、ホームラン。丸、スリーランホームラン。素晴らしい一振りでした。初球でした。逆方向へ打ち返した当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。ジャイアンツ5対1。起用に応える見事な一発でした。その差4点、大きくリードを取りました。ベンチ前ではチームメイトがこのポーズで迎えて祝福しています。ご覧いただきましょう。代打に追加点となるホームランが出ました。いやー、もう後がないっていう場面でしたからね。素晴らしいですね。これは勝利に向けて大事な追加点となりそうです。打席には9番バッター湯浅。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。2球目打ちました。湯浅、これが今日の初ヒット。2アウトランナー1塁。さあ2アウトですが、追加点のランナーを置いています。バッターボックスには松原、そして塁上には湯浅。足のあるラン打ちました。木浪、一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ3ランホームランで追加点を挙げています。6回終わって5対1、ジャイアンツのリード広がっています。これから7回、ジャイアンツに選手の交代がありました。ただいまの回、代打の山瀬に代わりまして。小宮山さん、リードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことがポイントになってきますか。まあ、あとはブルペン次第ですよね。つないでつないでということでしょうから、継投のタイミングにも注目したいと思います。低いところへ決めてきました。あっという間に2ストライクです。この球は外れています。アウトロー見送ってボール。ボールになります。3ボール2ストライクです。見逃し三振、ワンアウトです。打順は6番前川。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打ちました。サード取った。ツーアウトになりました。
バッターボックスには指名打者の糸原。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。打ちました。ピッチャーが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対1、ジャイアンツがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。7回の裏、ジャイアンツの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。湯浅が2番手としてコールされています。赤星さん、打線がつながっている時というのはやはり自分もその流れに乗っていけるものなんですか？気持ちの部分で相手よりかなり優位に立ってますからね。そうですよね。いい流れ続いてほしいところです。